海上自衛隊掃海艇高島が漁船よろず栄丸と衝突しました。詳しく見ていきますが、この衝突に憶測が流れています。最近、マスコミをきちんと見ることができなくなっています。都合のいいように切り取っている編集が気に食わない。2021年5月7日の15時40分頃、佐賀県唐津市鎮西町の離島、加唐島の北約4キロの海上にて、海上自衛隊の艦艇と民間の漁船が衝突する事故が発生したことが報じられた。衝突事故を起こした海上自衛隊艦艇とは、平、島型艘、海底3番艦の高島で、相手は熊本の天草漁協に籍を置く漁船の萬栄丸であり、海上保安庁が今回の事故原因の解明に乗り出している。岸防衛大臣は、同日に実施された記者会見において、この衝突事故の発生を認め、幸いなことに、そう、海底、高島、漁船、萬栄丸の各乗組員には怪我はなく、燃料流出などの二次被害もない模様だ。海上保安庁とは、別に、海上自衛隊内部にも、今回の事故原因を解明するための、専用の事故調査委員会が設けられたといい、2021年2月の潜水艦、双竜の事故に続く不祥事への対応を重く見ている。萬栄丸は、全長約11メートル、重量約 7.3 トンで、乗組員は2名、行き方面の海域での延縄漁の操業を終えて、佐賀県の呼子港への寄港を目指す途上だったという。一方の掃海艇、高島は、所属する掃海隊群第2掃海隊の母港、佐世保を出港しての訓練の途上にあり、本来は関門海峡から、瀬戸内海に抜ける航路を取ろうとしていたとされている。掃海艇、高島と漁船、萬栄丸とは、共に艦隊の左舷部分が衝突した模様であるため、すれ違いざまの接触のように思われるが、いずれも自力で、その後も航行を続けられた。ただし、そう、海底、高島は、この衝突事故を受けて、急遽から津へ寄港することに変更したが、一方の漁船、萬栄丸は、当初の予定通りに、呼子港への寄港を果たしている。今回の、そう、海底、高島と、漁船、萬栄丸との衝突事故は、これを報じるマスコミ側の姿勢に、自衛隊を暗に批判する意図がある。感ずる意見も多いようで、一部で物議を醸している。個人的には、今回は、両者が日本の船舶であることからも、どちらかが悪意を持った意図的な行動のようには思われず、天候も好転だったという点から見ても、隅発的に発生したもののように感じられる。さて、総海底、高島であるが、前述のように平島型総海底の3番艦で、基準排水量570トン、満載排水量650トン、全長57メートル、全幅 9.8 メートル、海上自衛隊最後の寄贈船である。平、島型艘、海底の次級の江の島型艘、海底は、船体の材質が FRP 樹脂製に改められており、2012年に、1番艦、江の島が、
収益後、2015年の初島まで、すでに3隻が実戦配備についている。木造船の建造には、その技能を有する人材が不可欠ではあるが、ある意味幸いなことに、日本では2000年前後までその確保が可能であったこともあり、そう海底高島は2007年の寄港であった。しかし、日本にも木造船建造技術者の減少は進み、かつまた、FRP 樹脂は木造のおよそ倍以上に相当する耐久性が確保可能なことから維持。メンテナンスコストの低減が歓迎されることになり、切り替えが進んだ。それでも、そう、海底高島は日本国内に限定されず、複数回の海外での軍事訓練にも派遣されており、世界でも有数の実力だと評価されている海上自衛隊の掃海能力を確かめることができている。一例としては、2016年4月にアメリカがアラビア半島周辺の近海で実施した多国籍海軍による掃海訓練に掃海母艦のブラガと同時に派遣され、イギリスのハント型掃海艇ミドルトン等と訓練を行った。その後、掃海艇高島と掃海母艦ブラガは、スリランカ方面海域に移動、スリランカの掃海艦サムドラとも合同訓練を行うなど、多国海軍艦艇との合同訓練をこなしている。また、2019年9月には、今度は、掃海母艦、ブンゴと、組んでインド洋での、国際訓練にも参加、インドをはじめバングラデシュ、マレーシア、モルディブ、フィリピン、ベトナム等各国との合同訓練にも参加した。平、島型掃海艇の調達価格は、一番艦平島で約175億円、最新型の江ノ島型掃海艇一番艦江ノ島で約201億円と、大型の護衛艦等と比較すれば、絶対的な額としては、そこまで高価ではない。海上自衛隊の掃海作業は、太平洋戦争時の名残である日本、アメリカ両国が敷設した機雷の除去を主目的とし、特段の新機軸を盛り込む艦艇の導入等は行わずに粛々と運営されてきた分野だった。しかし、1991年にペルシャ湾への派遣に従事した際には、イラク軍の新型機雷への対応能力の低さや、アメリカ、イギリス等の他国の、そう、海底との安全面、運用の省力化に差があることが認識された。これらの教訓から、平島型の前級にあたる須賀、島型掃海艇が、生まれたが、機雷処理に特化したこれらは、日本固有の掃海業務の、必要性を加味し、平島型、江の島型へと進化して、今を迎えている。